そんな社長の熱い思いのこもった作品のオファーを受けた脚本をご覧いただいた際はどんな思いになりましたか？私たち家族が都会の喧騒から離れて、海の見える少しこう田舎の方に移住するところからお話が始まってるんですけれども、そもそも僕自身がコンビニもないような高知の田舎育ちでして、で都会のこうきらびやかな生活に憧れて東京に移住してきた人間なので、そこからまたさらに田舎に移住するっていうのは正直、浜田社長の前で言うのはなんですけれどもちょっと将来的には考えられないかなっていうふうに思っていたんですが、この作品台本を読んだ時に、なんかこう我々家族が移住先でなんかとてもこう素敵に様変わりしていく姿を見て、とても温かくもあり、そして理想的で、でなんかこれが物語としてではなく、何かこう実際に手を伸ばせば手が届きそうな、そんななんか現実的な風に描かれてるのがなんかとてもいいなと思って、僕もなんか改めてこのような居場所が見つかるといいなっていうことを、俺の海みたいなものが見つかるといいなっていう風に思った脚本でした。ありがとうございます。そしてその和田さんの背中をこうしっかり押す、しっかりした妻役を演じられている河野さんは、もうお二人のね、本当に、そうそう、形成夫婦の、ね、本当に素敵そうでしたが、演じられてみていかがでしたか？はい、家族の空気感、家の中の流れる空気って、お母さん、妻であるこの女性の心の在り方、持ち方一つで、ガラッと変わるなって最近痛感してるんですね。だから今回はそれを踏まえた上で新しい生活を始める、みんなきっと緊張して何か不安も抱えている中で、今回は家の中を力強く照らす太陽であろうと思って私は演じておりました。ありがとうございます。いやまさにキラキラ輝いてましたよね。本当にね、男は脆いですよ、意外とね。センシティブなんですそしてその繊細な息子役、高橋さんですけれども、本当にサーフィンだけの熱い思いと将来をこう考えるという演技が本当にキラキラ輝いてましたよ。はい、ありがとうございます。そうですね、僕が演じた亮太っていうのがどういう人なのかっていうのは監督とも話し合いながら作り上げさせてもらったんですけど、その中で亮太は両親の目の前ではカッコつけたりしてるんですけど、なんかどこか無邪気さが垣間見えたり、なんか父親とは微妙な距離感があったり、悩みを抱えながらもなんか目の前のことに一生懸命だったりとか、なんかそういう高校生らしさみたいなのは絶対に忘れずに、僕自身なんかそうだったなと感じながら演じさせていただきました。サーフィンシーンも素敵だしね。僕もね、20数年前はああいう感じだったんですけどね。今も。ありがとうございます。笑っていただくと。改めてなんですけれども、はい、この作品についてね。はい、そうですね。まずは和田さんからこれから本作をご覧になる皆様へメッセージをお願いいたします。はい、この作品には距離感というものが、一つのテーマになっているんじゃないかなというふうに思ってまして、妻との距離感、そして息子との距離感、亡き父との距離感、そしてあと職場との距離感であったり、で地に足つける住まいの距離感で、物質的な距離感もあったり、そして目に見えない精神的な距離感もあったりとかするんですけれども、本当に自分にとって皆さんにとって誰かにとってこの心豊かになる距離感っていうのは一体どんなものなんだろうっていうことを一度足を止めて考えられる機会になる作品なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、15分という短い作品ですけれども、誰かの人生に寄り添えるような作品になっていると思います。ぜひですね、ご家族とお住まいの方はですね、家族団らんの場で家族と一緒に見ていただけると嬉しいかなと思います。続いて近藤さん、お願いいたします。
何か今新しく一歩踏み出そうとしている方へそっと背中を押しているような作品になっていると思いますので、リラックスして何かこの作品を見た後に、あ、なんか誰かに連絡したくなったな、なんか勇気持てたなってなんか思っていただけると嬉しいですね。あれ、高橋さんはサーフィン本当にやるの？そうですね、あと休みの日にちょっと数回ぐらいだったんですけど、あ、なんとか全力で食らいついてきましたね。もうこれからね、もうイケメンですからサーファーなんて。アミューズミュージカルアワード、メイク五十嵐さん、おめでとうございます。今ね、ステージにお越しいただきましょう。どうぞお迎えください。おめでとうございます。コングラチュレーション。そしてステージにはこのアワードの主催者株式会社アミューズより執行役員の山内学さん、そしてプレゼンターにアミューズ所属、はい、はい、大先輩じゃないですか、寺脇康臣さんにお越しいただきました。どうも、こんばんは。ありがとうございます。本当だったらね、手渡したいんですよ、はい、トロフィーとかを、はい、今年はできないんですって。そうなんです。このコロナ禍ニューノーマルということで、そうですね、お越しいただいただけでもありがとうございます。気持ちだけ、はい、ね、はい、それありがとうございます。昨年新たに今年で2年目を迎えるアミューズミュージカルアワード最優秀企画に選ばれました作品キッド・アット・ハートの五十嵐さんにはこちらのトロフィーと賞金30万円が贈られます。30万円は僕ポケットマネーから。ちょっとそんなこと言っていいんですけど、違うでしょ。嘘ですよ。違いますよ。映画祭いかがですか。さて、ここで見事受賞した五十嵐さん、受賞の喜び、ぜひ。Thank you guys so much. なちょっと英語でやるの。Yeah, of course. Go ahead. Yeah, I was in musicals a lot as a kid, and I started making videos in high school, and then during this past year, I started making music.And to have all my passions come together to do this project is such an honor and amazing. And thank you so much to Short Shorts Film Festival in Asia. It's an honor. Thank you. ね、英語で、今おっしゃってくれた高校の時からですか、ね、映画を作っていて、はい、その後音楽もね、はい、作られて、こうやってショートフィルムのミュージカルの企画というものに、見事輝いたわけですが、この作品は企画コンペですから、うん、この後作品が、作られるということになるわけなんですけど、寺脇さんは五十嵐さんに受賞された企画をご覧いただいていかがでしたか。はい、もうまず最初に読んだ時に、読ませていただいた時にまずもう今この世界がね、去年から今もなお苦しめられているこの状況の中でほっこりするこうハッピーエンドを見たいと思ってたところに全くぴったりの作品だったということがまず嬉しくて、あとそのちっちゃい女の子とお母さんとおばあちゃんじゃなくてここはおじいちゃんってことがすごくいいんですよ。男親から見た娘の目線もあるし、だからそれを女性の監督がねどのように撮ってくれるのかっていうことも楽しみだったし、まずはその何ていうんですか、人間ってこうどっか人に差はあるけどどっかから子供に戻っていくと思うんですよ。だからおじいちゃんは今ちょっと子供に戻ってる途中で、そのお孫さんの女の子と経験をこれから積んでいく子供といっぱい経験を積んできた子供がどういう冒険をしてくれるのかっていうのが非常に見たいと思って、僕もこれいいですよと思って、はい、ありがとうございます。素敵なコメントいただきましたよ。寺脇さんは別所さんとも舞台、そうですよ、そうなんです、マイフェアレディでですね、はい、ヒギンズ教授、はい、これをダブルキャストでやらせていただきまして、そうですよ ね、膨大な量のセリフそして歌をお互い苦楽を共にしながらね、ですよね、今年もあるんですけどもね、はい、今年もこの秋冬というかね、はい、10月以降ですよね、11月から始まる、11月以降、10月からリハーサルということで、来年の1月いっぱいぐらいまで、はい、もうちょっと続くのかな、はい、各地を回らせていただきますけども、ね、また苦楽を共にしましょうよ。楽しみですし、苦楽を共にしましょうマイ・フェア・レディもうこれはミュージカルの金字塔、ね、そうですね、ですけれども、うん、こちら舞台でもそして映画でもオードリー・ヘップバーンの、ね、はい、名作としてご覧になっている方も多いと思いますが、このミュージカルアワード、
どんな作品がこの後できるのか楽しみにしたい。メグさんちょっと聞きたいのちょっと背景。Can I ask your background? Are you born in Japan or are you born in America or something? I was born in the U.S. in Boston, Massachusetts, and then Boston で生まれになったそうです。はい。And 14歳ぐらいの時に日本に引っ越しました。もう自由自在だね日本語と英語がね行ったり来たり。ありがとうございます。じゃあどっちの言葉を取ってくれるのかっていうのも楽しみ。おお、どっちで取るの？Which language are you going to use for this project? 歌も、歌も台本もなんか、どっちもできたらいいなって今思ってます。はい、そうなんだ。両方あってもいいよね。なんかバイリンガルの家族で今考えてるんですけど、もしかしたら変わるかもしれない。そうです。寺脇さんもミュージカルアクターとしてね、ミュージカル映画の参加、ね。あ、僕はだからおじいちゃんの役で、ね、やりますんで。お互いオーディション受けましょうか。そうですね。ダブルキャストでやります。ダブルキャストで。英語バージョンも一緒に。いやいや、本当にでも夢のあるプロジェクトですけども、メグさん、最後にお好きなミュージカル聞きたいですけど、日本語でも大丈夫なの ?What is your favorite musical? So much pressure. And Sound of Music. Sound of Music. そうですか、もう名作中の名作をアカデミー賞に輝いた作品ですね。選んでいただきました。